どうも、ねずっちです。東京オリンピック金メダル第1号出ましたね。柔道60キロ級の高藤選手がね、金メダルを見事に取りました。ね、決勝戦の台湾のね、楊勇緯選手もすごくいい選手だったですね。やっぱりでも高藤選手の試合運び、さすがだったですね。実は試合前はね、名前だけ見てどうかなと思ったんですよ。楊勇緯なんじゃないかってね。そんなことなかったね。ねずっちです。ではまた。